トン切る。うん、トンから切りたいです。トップ目なんで別に1000点でもいいし、厄介重なって。何しとん？そんなひねくれる必要あるか？何しとん？麻雀の神怒ってるわ。やっぱ日本にはね、よろずの神って言って、何人でも神様宿るから。寿命も早くてこの出会いで、誰かのリーチに備えてトン安牌で持つとかないわ。泣きしかない。以上。これまた同じよ。泣くか泣かないかじゃ上がり違いすぎるし、親流しでかいし、絶対泣くな。今、両層、数層行くでしょう。普通はダメです。こっから3層とかチーするなら一貫性あると思う。そんならいいピンけど、絶対泣かないしね。うん。普通に数枚引いた時にマックスで瞬時で受けれるように両層しかないわ。うん、数層でもいいよ。あ、いいね。一ピン2ピン切って。まあ、供託もね、偽。もうダメだ、これ。この点数で、下茶と7300点差しかなくて、下茶親で、供託2300だろ。E ピンにはビしかねえだろ、マジで。なんならローピンまでポンしてもいいし。この手なんて、ウーピン引いて5667残して、ね、4日横伸びしてもいいし。ほんと、俺の元にマージャン学びに来いよ、ほんとに。この点数なのに、先切りローピンとかして、待ちもわけわかんないし。うん、だから、メムリングのマージャンなんて、それこそもう読みも何も通用しないし。何も意味ない。このマージャンから学んでも。